釜でこれから茹でられてしまうのでしょうか。そういうことなのでしょうか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速めみの館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションさん、ゆみの館へようこそお越しくださいました。ということで今回は、前に行ったチョコレート村、あの時ね、チョコレート村の出題編やったんやけど、今回はチョコレート村解答編が出来上がったということなので、ちょっと訪ねて行ってみたいと思います。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢を取り寄せるためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでチョコレート村に出発。はい、チョコレート村に到着。薄暗い感じだね。夢の世界へようこそ。あなたは今チョコレートという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは魅惑のチョコレートの世界をご堪能遊ばせ。はい、ってことで格好としてはチョッキ付きワイシャツ、かっこいいな。ってことは、向こう側が、スカートとかってことか。じゃあ、こっちを履いていこう、私は。よし、行きます。お着替え、お着替え。じゃーん。はい、こんな感じの格好で。びっくりしたわ、ラムネちゃんやん。何かと思ってよ、一瞬。どうも。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここは夢みたいに素敵な村ですよ。楽しんでいてくださいね。うふふ。うふふ。ちなみに前にチョコレート村出題編の時に一回来とったんやけど、待って、プレゼント選ぼうっと。よし、これで。中身はハートのチョコレート。お、これはちょっと出題編の方を見た人はわかると思うけどさ、この村でチョコレートというのはちょっと危険な感じがしないかい？ いや、チョコレート村なんだけども、いや、この村のチョコレートはさ、人から作られてるから、ちなみに出題編よりもやっぱり回答編の方がちょっと不気味さというか、そういうのはアップしてるらしいです。ってことで、ちょっと家に行ってみたいと思うのだけれど、ちなみにこのチョコレート村、事故で昏睡状態のあなたは知らない村にいました。そこは死岩と彼岸。死岩は、この世。で、彼岸があの世。その村に住む双子の姉妹、二人はとても仲良しで、いつも色違いのリボンをつけて二人でピクニックに行くほどの仲でしたということでね。その二人の姉妹がメインの話やったよね。お？いらっしゃるよ、いらっしゃるよ、エリカちゃん。来ないで、許して。許して。ちなみにこのエリカちゃんは9歳の女の子で、マリナちゃん、後から出てくるんやけど、マリナちゃんの双子の妹で、マリナちゃんの幻覚に怯えていると。ってことで、この「来ないで許して」っていうのは、私をそのマリナちゃんだと思ってるってことやね。そんなに怯えなくても大丈夫よ、私だから。誰やねんって感じやけど。はい、お邪魔します。そのね、二人でピクニックに行くほどの仲だったんだけど、両親が死んだ後、双子のお姉さんもさっき来ないでって言った。双子のお姉さん、マリナさんの妹、マリナちゃんの妹であるエリカちゃんに対する態度が冷たくなり、何か嫌なことがあるたびにエリカちゃんをひどくいじめるようになりました。エリカちゃんは精神的に追い詰められて、ああいう感じなわけだよ。青いリボンを身につけている。で、奥にいるのが誰だ？ちょっと待って、左の部屋行こうか。うわーって、この音。 この音よ。水が出しっぱなしですよ。このエリカちゃんが精神的に追い詰められていくんやけど、そのね、マリナちゃん、双子のお姉さん、マリナちゃんからいじめられて、エリカちゃんは精神的に追い詰められていくんだけど、そう、この絵がね、至るところに貼ってあったんよ。で、そんなある日、お姉さん、双子のお姉さんのマリナちゃんが殺されてしまうと。
で、その日からエリカちゃんはマリナちゃんの幻覚に怯えるようになりました。さっきみたいな感じのね。家の外で、来ないで許して。許してってことは殺したってことよね。で、薬を飲めばマリナちゃんのことは見えなくなるんだけど、いつまた現れるかわからないマリナちゃんに怯えて、逆にあのマリナちゃんのことを探すように、ちょっとおかしくなったよね、精神的に。マリナちゃんのことを探すようにもなりましたと。はい、奥の部屋行きます。でもそうやってマリナちゃんのことを探すようにもなったんやけど、その途中で何かしら起こってしまう。許さない。ってことは、この、ね、この絵に描かれ、絵にっていうか写真？この写真の青いリボンをつけた、青いリボン、青い服の女の子、これが多分、その殺されたマリナちゃんの方。で、この赤い服を着てるのが、エリカちゃん。多分、外におった子も、赤、ピンク、まあ、身につけとったと思うんやけど。あ、ってことは、これは、あれか、これがマリナちゃんの幻覚ってこと？で、それにこう、あ、これはいじめられるシーンってことかな、もしかして。そういうことか。ここはいじめられてるところってことか。まだ死ぬ前で。はい、右側の部屋へ。うわ。あ、なるほど。そして、これが、その、エリカちゃんが、幻覚から逃げるために飲んでる大量の薬。そして、まあ、この写真を見ながらね。写真を見ながら、薬もたくさん服用して、そしてまあ、これがマリナちゃんの幻覚。死んだマリナちゃんの幻覚。許さない。え、これ手形じゃない？ね、手形よね、これ。やば。ほら、周り全部手形やん。ひえー。やばい、これは、目じゃない？めっちゃなんかこう、マリナちゃんに見張られとる感というか、ね。あ、ちなみにこれは写真じゃなくて絵なんかな？絵の具がここに置いてあるけんね。はい、そして。はい、そして2階へ。はい、2階は、まあ、至って普通の感じの和室。ここにはね、マリナちゃんの影はちょっとやってきていない。この空間なら、唯一ちょっと安らげそうな感じ。はい、そして地下へ。お、地下は。あははははははは。あははは、あははは。あ、これは、あれよね。この首が切り落とされとるのが、まあ、マリナちゃん、青い。そしてこっちが赤い服、赤い髪飾りをつけた、エリカちゃん。そして、斧を持っている。ってことは、いじめられ続けて、ちょっと、エリカちゃんは、精神的におかしくなり、追い詰められておかしくなって、で、マリナちゃんを殺してしまうと。それで、許さない。まあ、確かに人殺しはよろしくない。人殺しはよろしくないけど、でもまあ、因果応報というか、なんというかね。ただやっぱり、こう殺人はダメだ。ダメやけん、こう殺してしまったことによって、マリナちゃんの幻覚に追われるようになってしまうのね。エリカちゃんも。結局、こう、マリナちゃんが生きてても死んでてもエリカちゃんはちょっと苦しい感じにはなっとるわけだね。はい、それじゃあ、さあ2軒目のお家へ向かっていきましょうか。お、ピンクのスニーカー。多分これはね、エリカちゃんのものやとは思うんやけど、おーっとおーっと、ここから先はまた未知の世界。はい、魔界に入り込んでいきます。ここはまあね、向こう側が、まあ、その何、現実の、びっくりした。なんかと思ってん。
現実の世界というかこの世で、こっち側はまあ魔界あの世ということで、はい。そしてこの2軒目がもうね、私の苦手な赤い明かりがはい、お邪魔します。はい、そしてここが、これはね、ここもエリカちゃん、マリナちゃんは関係しとんかな。やとしたら、青い服の方はマリナちゃんということになるんやけど、この周りにおる黒服の女の子たちは一体何なのかという。そしてこの黒服の女の子たちがマリナちゃんにこう、斧を向けている。そして、それぞれ、時計の裏に骨が。こっち側の壁は？は何もない。はい、そして左の部屋へ。占い1回1万円。急にポップな感じになった。ポップかどうかわからんけど、すぐ横に斧置いてあるしね。あの裏返ってるやつは、払えないなら生爪1枚。へぇー、やば。でもさ、占い1回1万円ってバーンって出とんやったら、お金持ってなかったら見てもらわんのじゃない？もうこの部屋に入った時点で占い強制なんかな。そういう感じなんかな。生爪を斧で剥ぐの？なんか指ごと持っていかれそう。そしてその爪はあの壺の中に入れるのかしら。そういうわけではないんかな。はい、そして奥の部屋へ。はい、そしてこの奥に、あ、これはエリカちゃんとマリナちゃん、仲良かった頃のエリカちゃんマリナちゃんやね。この色違いのリボンを身につけ、二人でピクニックに行っていた、まあ昔懐かしの平和だった頃の二人の姿ということで、こんなに仲が良かったのになぜどうして仲違いをしてしまったんだ。自転車で行きよったよね、チャリチャリチャリーっと。はい、そして右側の部屋へ。またしても。そして右側の部屋、早速斧が置いてある。あそこにも斧が見えるな。びっくりした。椅子か。これはお前のせいだ、お前のせいだ。マリ、うぅ、びっくりした。マリナちゃんがお前のせいだって、なんかマリナちゃんの背後に斧があって、誰かに見張られる。そしてさらに奥に行くと、これエリカちゃんで、エリカちゃんの背後にも斧がある。あ、エリカちゃんの背後にも斧があって、ここにも誰かがおるね。こうなんかお互いに、結局マリナちゃんのことを殺したけど、その後、あ、これは絵だ。マリナちゃんの絵や。マリナちゃん、血まみれのマリナちゃんの絵。はい、そして2階へ。何？ポップなんだけど。非常にポップなんだけど、しかしなんか絵面は怖いよ。人体模型と骸骨の標本のバレエですか。なんだろう、息抜きタイムなのかしら。まああれよね、ここは魔界、まああの世ってことで、あの世の人たちもこうやってまあなんか何かしら楽しみよるってことよね。あの世にもちゃんと娯楽はあると。なるほど、なるほど。はい、そして地下へ。はっ。そして地下には、これはマリナちゃんってことよね。この兵士二人に連れられてやってきた。兵士二人に連れられて、釜でこれから茹でられてしまうのでしょうか。
そういうことなのでしょうか。つら。そういえば、ここの家の住人は、どこにいらっしゃ、あ、いたいた。マリナちゃん。エリカのせいだ。え、マリナちゃんは、結局何なんやろ、エリカちゃんに殺されたわけではないってことなんかな。どうなんやろ。でもね、エリカちゃんが斧を持って、マリナちゃんの首が落ちとったよね。で、殺されたことによって、マリナちゃんは今こうやってあの世におるわけやろ。で、あの世で、釜茹で地獄みたいなところでこう、ね、グツ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 と煮られて。でもそうやってさ、何？こう、あの世、地獄に落ちてしまったのは結局、マリナちゃんがエリカちゃんをいじめよったっていう、その、何？この世？この世で悪いことをしとったけん、あの世で自分がそういう目に遭っているわけではないのか？はい、そして、殺し合ってコレクションになれ。この子わかる？あの、出題編の方では、まあ、同じくベルっていう子がで、ね、おったんやけど、この回答編で真実の姿を表している。服とかめっちゃ血まみれなんだけど。血だよね。チョコじゃないよね、それ。殺し合ってだからね。そう、確か出題編の方ではちゃんと人間の姿をしてたんだけど、回答編で真実の、ああいうちょっとモンスター的な姿になってしまっているという。ひえ、血が。はい、それで3軒目お邪魔します。ちなみにさっきの3人目のベルは、まあ19歳の子で、タイダの悪魔、生首コレクターということで。ひえ。生首、2つの生首がここに、殺し合って生首を。まあ、悪魔のベルはタイダ。ということで、コレクションですら自分で入手しようとしない。生首コレクターなんだけど、まあ、そのコレクションですら自分では入手しようとしない。この兵士たちに囲まれた首が落ちた二人はまあ向き合って、確かに体がね、向き合ってて、そして二人が持っていたと思われる二つの斧がこの周りに。ということは、え、これはあれなの？兵士たちがこう周りを取り囲んでて、まあ、逃げられんような状態にして、デスマッチ的な感じ？殺し合ってって言ったよね。え、お互いに、どう、あの、何？同時にってこと？相打ちでお互いの首がスパッと。え、怖い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 。なんてことをやらせてるの。多分ベルはこういうところに座って、なんかそのデスマッチを眺めてるんじゃないかと思うんだよね。ひえ、悪趣味だわ。はい、奥の部屋へ。お、そして奥では、あ、これベルやん。け、いいもの食べやがって。いいもの食べやがって、人間にはね、ああやって殺し合いとかさせて、自分はそういう感じか。そしてまあ、チョコレート村だけあって、まあ、チョコレートケーキだとか、ブッシュロノエルとか、まあ、そういうデザートが楽しめると。まあね、この村には、まあ、村長のアンジュさんがおって、アンジュさんはショコラティエだからね。いいな、美味しそう。はい、そして、おう、通れねえ。そして、2階へ。2階、多分ここは、まあ、ベルの寝室ということよね。自分はこうやってがっちりと兵士に部屋を守ってもらって、襲われることもなくね。はい、それじゃあ地下へ。生首。これはベルの、まあね、ベルのコレクションということで、全部なんか、全部これ対になって置かれとるっていうのは2個ずつ。これはやっぱり、まあデスマッチ、生首デスマッチをみんなにやらせて、まあその時その時の、ね、2人ずつきっと対戦させよるやろうけん、多分この人対この人、この人対この人とかで戦ってきて、
まあ、お互いに首を切り落とさせたんだろうね。ひー、怖い。あれ、なんかな、片方だけがこう、なんか、不意打ちとかで切り落としたときには、周りの兵士がもう一人は切り落とすんかな。結局はもうそのデスマッチに出た時点で、両方死ぬっていう。つら、勝とうが負けようが死ぬ。ちなみにベルは、まあ、呼び方はベルっていう風に、短縮で呼ばれとるけど、本名はベルフェゴール。まあ、7つの大罪の隊だから取ったらしいです。さあ、それじゃあ、うわ、びっくりする、もう。それじゃあ、最後に。このチョコレート村の、チョコレートショップ、看板かわいいんやけどな。チョコレート店。はい、このチョコレート村の村長さん、アンジュさんの家、お邪魔します。どうも。さあ、どう調理しようかしら。まあ、このチョコレート村の悪魔、魔女はチョコが大好物と、チョコレート村に住んどる人たちはみんなチョコレートが大好物ってことかな。でも、まあ、ただのチョコでは満足できない。人の愛情と憎悪は彼らにとって最高のごちそう。愛情だけならいいんやけどな。で、彼らが満足する味を出すには、人の愛情、甘味と憎悪、苦味を材料にする必要があると。ということで、人間が使われると。はい、隣の部屋、ここは至ってシンプルな、普通にトイレです。トイレです。広すぎて落ち着かないかもしれない。まあでも要は普通の人間ではなくて、多分そういう愛情、憎しみ、そういうものがいっぱい渦巻いてるような人間がチョコの原料にされるんじゃないかと。はい、それじゃあ奥の部屋へ。はい、奥も至って普通に、シンプルに、お風呂場。いいね、いいね。多分まあ、残酷な、残酷でありながら、すごく綺麗好きなんだろうね。はい、そして、右側の部屋へ。助けて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 。これはなんか魔法陣みたいなものがある。そしてなんて書いてあるんだ。エリカ、お姉ちゃんが迎えに来たよ。なるほど、死んでしまったマリナちゃん、これは迎えに来た。この魔法陣は、この魔法陣を通してエリカちゃんのところに行ったってことなんかな。お姉ちゃんが迎えに来てよ。怖っ。さあ、そして2階へ。まあ、2階はアンジュの寝室、そしてまあお客様を迎えるのもこの部屋なんかな、きっと。あれないよね、アンジュの家は結構こう普通に綺麗な部屋が多いなっていう印象はあるよね。これ今着とった服と一緒かな。下で、あ、でもエプロンつけとったか。全然違うわ、多分これショップの制服なんやろうね。いいな、ああいう服が着たい。はい、地下へ。さあ、そして地下、地下で、お、見て、これ血まみれな、血まみれな上に、こう人の、人の絵が書いてある。あ、でもってこれ斧で、これさっき生きとったけど、あれやんね。エリカちゃん、今天使の輪っかが出とるってことは、死んだということ。多分これは、あれなんだよ。事故で昏睡状態のあなた。つまり、こう今夢の世界に来とる私っていうことになるよね、きっと。この魔法陣を通って、きっと今度は、マリナちゃんに殺されたエリカちゃんが、この世に
現れてびっくりした今ちょっとこの世に現れて事故で昏睡状態のあなた、私が殺されたとエリカちゃんに。え、こうやってどん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 ちょっと負の連鎖が生まれていきよるということなのじゃないだろうか。捕まえた、恐ろしい、きっとそういうこと。そしてこの村で、まあ、生首デスマッチをさせられるかチョコレートの材料にされるかっていう感じなんやろうね。それがまあこの村を訪ねた私の末路ということで。じゃあちょっと浜辺の方にも何、お、真っ赤なバラがいっぱい。いや赤いバラはさ、なんか情熱とかそういうイメージやけど、こういう村で真っ赤なバラが大量にあるのってちょっと不気味な感じするよね。なんか血を連想させるというか、そういう感じがする。もしかして一面バラで埋め尽くされてる感じ、これすごいな、めっちゃ大量ね。全てが赤いバラで埋め尽くされてる。あ、そして向こう側には白いバラが大量に。あっち側の海岸にも降りていってみようかな。あっちもあれか、白いバラがみっちりと敷き詰められているんだろうか。はい、向かいます。こっちから行けねえわ。あ、そういうことか。こっち側はあの世側の海岸で赤いバラがみっちり敷き詰められてて、向こう側はこの世側の浜辺で白いバラがみっしりと敷き詰められている。そっか、それぞれちゃんと別々の世界の浜辺ってことなんか。こっち綺麗やもんね、なんかいろいろ。はい、着きました。は、白いバラがたっぷりと、わんさかと、バナナとヤシの実までできてる。はい、こんな感じで。なるほどね。こっちはなんかすごい天国みたいな感じやけど、向こうはちょっと不気味よね。まあ、実際に赤いバラ大量にあったら綺麗なんやろうけどね、普通に。この世界観で考えるとっていうことで。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、このチョコレート村の動画は、前回の出題編と今回の回答編、まあ、続けてみたら、いろいろと変化とか、あ、そうやったんか、みたいなことがあると思うので、続けて見てみてくださいまし。